こんにちは、野口です。ご視聴ありがとうございます。今回は箱根日帰りバスツアーの旅の最終回、箱根美術館の紹介です。箱根美術館は秋の紅葉シーズンが最も人気のある場所で、多くの人が訪れます。私も何度か訪れましたが、この夏のシーズンは今回が初めてです。夏には夏らしい箱根美術館の良さが体験できましたので、これを皆様にも紹介したいと思います。これから箱根を訪れる皆様の参考になれば大変嬉しく思います。では行きましょう。
100夜分。